え、なんかデビルメイクライってなんか聞いたことあるぞ。どこで聞き、あ、お父さんがやってたのかな。パパスミが、あ、パパスミがやってたんだ。なんかパパスミがね、こういう系のゲームめっちゃ好きなんだよね。デビルメイクライとかファイヤーエンブレムとかファイナルファンタジーとか、そういう系のゲームがパパスミがめっちゃ好きで、なんかあと三国無双とかね。パパスミ結構ゲーマー、アスミがこうやってゲーマーになれたり、アニメのアニメ好きになれたのはね、パパスミのおかげだよ。半分じゃなかったら興味ないの多分アスミが、多分パパスミがゲームやってなかったら多分今頃アスミはネットをやってないね多分ドラゴンズドグマ、パパがめっちゃやってた原神もやってて、アスミの配信を見て、お前やってんのかよーっつって、ペルソナもパピーがやってたから見たこと